俺の名前は田中優斗。都内の有名店でパティシエをしている。子供の頃から一流のパティシエになるのが夢で、ずっと必死に勉強してきた。その甲斐があって若くして店を任せてもらうことができた。しかし。だからもっと原価率を抑えろと言っているんだ。ですがこれ以上下げるのはどうしても。仕入れ先を変えればいいだろう。なに、品質を落としたところで客は気づかんよ。客が買いに来ているのは店名だ。この店は十分有名になった。ここからは収穫期だ。なんてことを。従えないのならクビにするだけだ。パティシエなんていくらでも代わりがいる。わかりました。それならこちらこそ辞めさせていただきます。ビジネスとしては彼が正しいのかもしれないけど、オーナーのお客様を大事にしない利益第一主義に俺はとてもついていくことができなかった。そして店を辞め、転職先を探した俺だったが、オーナーが悪評を振りまいていて、どの店からも断られてしまった。あのオーナーは業界では有名人だ。俺が敵に回したのはそういう相手だったけれど、後悔はしていない。帰るか。夢が崩れるのを感じつつ、俺は地元に帰ることにした。都内で他業種に就くという選択肢もあったかもしれないけれど、夢を引きずってしまいそうで嫌だったから。けれどこの選択が俺の人生を大きく動かすことになる。よう、ゆうと。リュウジ、久しぶりだな。地元に帰ってきてすぐ友人の高橋リュウジと再会した。ずっと俺の夢を応援してくれていたいいやつだ。変わらぬ笑顔で迎えてくれる彼を見て少し泣きそうになった。でもゆうと、なんで帰ってきたんだ？確か東京で店持ったんだろ？それが俺、オーナーと対立しちゃって、クビというか喧嘩別れしてきたんだ。応援してくれていたリュウジに店を辞めたことを言うのは辛かった。けれどリュウジは俺を責めることはなかった。そっか、大変だったな。でも人間同士のことだ。合う合わねえは仕方ないよな。リュウジ、そんなのよくあることだぜ。妹の美咲だってよ、仕事辞めて出戻りしてきたんだから。え、美咲ちゃんが？リュウジの妹の美咲ちゃん、それほど面識があるわけじゃないけれど、確か都内の大企業に就職したって話は聞いていたけれど、辞めてたのか、何かあったのか？そんな深刻な話じゃねえよ。そうだな、うちに来りゃわかる。というわけで行くぞ。おう。リュウジは相変わらずちょっとつ盲信で、正直しぶしぶ帰ってきた俺にとってはありがたかった。そういうわけで随分と久しぶりにリュウジの家に向かうことになった。ゆうとさん、どうしてうちに？あ、じゃなくて、お久しぶりです。久しぶり、美咲ちゃん。リュウジの妹の美咲ちゃん、随分久しぶりに会うけれど、なんだか反応がオーバーだった。美咲のやつ、お前のファンなんだよ。お兄ちゃん！ああ、惚れてるって意味じゃねえぞ。パティシエとしてって意味な。こっそりお前の店行ってケーキとか買ってたんだぜ。その都度俺に自慢してくんの。写真見る？ちょっとお兄ちゃん。なんだよ、怒るなよ。まあまあ、っていうかリュウジ、わざわざ家まで呼んだ理由をまだ聞いてないけど。ああ、そうだった。美咲、ユートにコーヒー入れてやってくれよ。え、私がユートさんに？リュウジ、いきなり何を。美咲ちゃん、嫌だったら全然大丈夫だから。いえ、嫌じゃないです。ちょっと待っててください。それからしばらくして美咲ちゃんがコーヒーを運んできた。一瞬でわかる、とても香ばしい香り。どうぞ。うん、いただきます。ああ、おいしい。本当ですか？すごくおいしいよ。深みがあって豆がいいっていうのもあると思うけど。実は美咲、バリスタ目指してんだ。東京でコーヒーにドハマりして、その勢いで仕事辞めたの。お兄ちゃん。へえ、でもこの腕前なら全然勝負できると思うよ。本
当ですか？うん。ゆうとさんにそう言われると自信が…おい、だらしねえ顔になってんぞ。そうだ、明日のお昼って空いてる？え？あ、はい、全然余裕で空いてます。今バリバリに無職なので。よかった。じゃあ明日またコーヒー入れてくれたら嬉しいな。そして次の日、俺は手作りのケーキを持ってリュウジの家にやってきた。美咲ちゃんのコーヒーを飲んで合うかなって思って作ってみたんだ。ゆうとさんの手作りケーキ、また食べられるなんて。いただきます。リュウジの分もあるから。うわー、めちゃくちゃうまいし、めちゃくちゃコーヒーに合う。本当にすごくおいしい。今まで食べた中で一番かも。喜んでもらえてよかったよ。あ、ひらめいた。ゆうとのスイーツと美咲のコーヒー、二人で喫茶店を開けば超人気になるんじゃねえか？え？それめっちゃ名案。ゆうとさん、どうですか？なんかいきなりって感じだけど、でもそうだな、言われてみればいけそうな気も。そうと決まれば早速行動だ。うまいものを食べると底なしに元気が湧いてくる。それを体現するみたいに、とにかくリュウジの手は早かった。リュウジは知り合いに相談し、安く物件を借りる契約を結び、3人で貯金を出し合って数ヶ月で本当に喫茶店をオープンするに至ったのだ。そして、いらっしゃいませ。開店初日、早速お客さんがやってきた。時間ができて偶然立ち寄ったって感じの人。こういう相手にこそ腕の見せ所だ。お待たせいたしました、ケーキセットになります。待ち合わせまでの時間つぶしに立ち寄ったけど、まあ大して味は期待できないか。あ、しかし一口食べた瞬間、お客さんの顔色が変わった。ん？何これ、すごく美味しい。ケーキも美味しいし、コーヒーによく合ってる。完璧な調和だわ。俺たちの喫茶店はリュウジの目論見通り、口コミからどんどんお客さんがやってくるようになった。そして話題がどう広まったのか、テレビ番組出演依頼まで舞い込んできた。すげえじゃん、絶対受けた方がいいって。でもこの番組、一流のパティシエたちが試食して合否を出すって、なんか嫌な感じがするんだけど。いやいや、テレビも呼んでる身だしさ、こっちに恥をかかせることなんかしないだろう。リュウジに背中を押され、店のためになるならと出演を決めた。けれど当日に審査するパティシエたちの目を見て察した。うん、見た目は地味ですね。味付けも平凡というか。まあ値段相応じゃないですか。家の近くにあったらいいかもしれませんが、わざわざ行くほどかな。オブラートに包もうがなんだろうが、はっきり伝わるレベルでの酷評。試食に入る前から俺に向けられた蔑んだような目から、こうなるのは分かっていた。若干放送事故気味じゃないかとも思ったが、結局そのままお茶の間に映像は流れたらしく、放送日の翌日から客足は明らかに減少してしまった。ごめん、美咲ちゃん、リュウジも。ゆうとさんは悪くないです。あの審査員の人たち絶対おかしいって常連さんたちも怒ってたんですから。ゆうと、ごめんな、俺が勧めたせいであんなこと。美咲ちゃんは憤慨し、リュウジが落ち込む俺を応援してくれていた。二人のそんな姿に俺は決心した。こうなったら絶対に見返してやる。近くプロアマ問わず世界一のパティシエを決める大会が開かれる予定となっていた。会場は東京。世界的に名誉のある大会だから、審査員を務めたパティシエたちも参加するはずだ。俺は最初参加を迷っていた。けれど今回の件で迷いなんて吹き飛んだ。東京にいた頃ならわからないけれど、美咲ちゃんと一緒に頑張ってきた今の俺ならきっと結果を出せるはずだ。俺を応援してくれる二人をこれ以上悲しませたりしない。大会は世界で活躍する超有名パティシエと一般のお客さんの投票で決まる。俺はギリギリまで研究と準備を重ね、万全の状態で大会に臨んだ。そして優勝は
田中優斗さんです。俺は審査員からも一般のお客さんからも圧倒的な好評を得て優勝した。おめでとうございます、優斗さん。優勝なんてすごいです。ありがとう。美咲ちゃんの入れる素晴らしいコーヒーに負けないようケーキ作りを頑張ってきたおかげだよ。これできっと評判は取り戻せるはずだ。実は優斗さん、ちょっと言わなきゃいけないことがあるんです。え？じゃじゃーん、これ見てください。この賞状でバリスタの大会で美咲ちゃんが優勝？はい、優斗さんが出た大会と同時期に行われていたんです。優斗さんを驚かせたくて、お店の力になりたくて。でもまさか優勝できるなんて私もびっくりで。すごい、すごいよ美咲ちゃん。って待てよ、つまり俺たちの店は世界一のパティシエとバリスタがいる店ってことになるよな。その通り。リュウジ、見ろ、 SNS でもう話題になってるぜ。もちろん俺もバッチリ宣伝しまくった。客足が戻るどころじゃねえ、今まで見たことのないくらいたくさんのお客さんが店に来るぞ。忙しくなるぜ。そしてリュウジの宣言通り、次の日には開店前から長蛇の列が出来上がった。そして俺も美咲ちゃんも一日中接客に追われることとなった。すごく大変だったけれど、俺たちの店がこんなに喜んでもらえるのが本当に嬉しかった。リュウジの宣伝のおかげもあり、人気は途切れることなく、俺たちの店は瞬く間に世界的に有名になった。一方、この結果を受けてテレビで俺を酷評したパティシエたちは評価を落としたらしい。見る目がない、そもそも横柄な態度が気になったと SNS で炎上。彼らは必死に火消しを試みるも、店の客足は途絶えてしまったらしい。そして驚くべきか、思った通りというか、彼らの酷評の裏には前オーナーの姿があった。たもとを分かった俺が店を出し、評判になっているのが気に食わなかったらしい。パティシエたちに圧力をかけ、わざと酷評させたのだという。この一件から波及し、彼がしていた多くの不正や脅迫も明らかになった。かつて世話になった人だ、多少は胸が痛くなるけれど当然の報いだと思う。俺たちパティシエにできるのは、お客さんが喜んでくれるスイーツを一生懸命作ることだ。俺は美咲ちゃんというパートナーを、リュウジという協力者を得てここまで来れた。これから先どんなことがあっても自信を持って自分の意思を貫いていこう。そう改めて誓い、今日もまた新しいスイーツ作りに没頭するのだった。